開示も急いで。数千キロを自立航行するドローン戦士ハンターとは、今回は海上で活躍するドローン、シーハンターについて考察してみます。最初の研究は、中規模排水量無人水上艦艇 MDUSV として、2010年よりアメリカ国防総省の国防高等研究計画局 DARPA において開始されました。最初の実験艇として、対潜水艦用無人艦アンチサブマリンウォーフェアーコンティニュアストレールアンマンドベセル ACTUV シーハンターが2016年に進水、竣工し、様々な実験などが繰り返されました。非武装の船で、予算は2000万ドル105円換算で21億円であり、AI による完全自立型です。三導線形式の線形を採用しており、2機のディーゼルエンジンと40トンもの燃料を搭載し、70日間、12ノットの巡航速度では、約19000km の長大な航続距離を持ちます。全長は40メートル、満載排水量は145トンの中型無人ドローンで、最大船速は27ノットです。三導線形式が採用されたのは、高度な機動性は、任務の性格上必要なく、海上での安定性を求められたからです。シーハンターは、主に対潜水艦用の水上艦であり、潜水艦の探知、追跡、および機雷戦が主任務ですが、水上監視任務も可能で、水上で使用するレーダーと光学センサーも装備しています。1日の運用コストは1万5000ドルから2万ドルで、駆逐艦の70万ドルに比べ、大幅なコスト削減となります。非武装の無人実験船ですが、試験等のために人が乗り組むこともあり、船橋らしきものが設置されていますが、試験完了後は取り外せるようになっています。シーハンターは完全自立航行で、サンディエゴからハワイまで航行する実験にも成功しています。距離にすると 8300km 以上ありますが、この距離を完全自立で航行できた最初の船です。現在は、DARPAでの試験等が終わり、アメリカ海軍研究局に引き渡されており、そこで、さらなる実験、評価が続いています。シーハンターは、非武装の ACTUV として開発製造されましたが、アメリカ海軍研究局は、装備類を持ちうる化して、武装も搭載できる多目的無人水上ドローンとする方針を打ち出しており、そのための実証船として、シーハンター2を建造中です。建造に関わる費用は3550万ドル、105円換算で約37億円です。船体は複合材で作られており、モジュール区画が整備され、収益後は様々なモジュールの搭載実証実験と評価が行われる予定です。2020年度中の完成を予定したようですが、現時点で収益したという情報はなく、遅れているようです。建造中のシーハンター2には、レイセオン社の第5世代ソナーである、モジュラースケーラブルソナーシステム MS3 が搭載される予定です。この MS3 システムは、ズムウォルト級に搭載されたソナーシステムです。従来のものより小型のシステムで、人による操作なしで、潜水艦の捜索、探知、追跡が可能なシステムです。MS3 は、クラッター除去能力が極めて高く、先進度で雑音が多く、反射しやすい沿海域での探知能力が格段に向上しているとされています。また、タローンズ・トードエアボーンリフト・オブ・ネーバル・システムズと呼ばれる空中マストシステムを装備する予定です。これは、パラシュートにセンサー類を搭載した機器を取り付け、艦艇が移動することによって発生する風力を利用して、空中にセンサー搭載システムを上げ、動作させるための装置です。パラセーリングの要領で、センサーを空中に上げる感じです。これにより、レーダー、光学センサー、無線通信の範囲が大きく広がります。レーダーでは6倍、光学センサーは2倍に、無線通信の範囲は3倍になるとされています。すでに、シーハンターでは搭載実証試験なども行われており、シーハンター2への搭載は、
恒常的なものになると思われます。また、ターン・タクティカリー・エクスプロイテッド・リコナザンス・ノードと呼ばれる艦艇用小スペース離発着プロペラ無人航空機を搭載することも検討されています。ターンは、武装することも可能で、衛星通信を介して母艦とデータリンクしており、海上及び陸上での偵察・攻撃能力を備えています。ターンが搭載可能になれば、沿海域から内陸へ進出しての偵察活動も容易となります。陸上基地から遠い地域などでは、非常に有用な偵察手段になるのではないでしょうか。シーハンター2は、完全自立で、単独での哨戒、監視、対戦、対機雷戦任務にも使用されますが、艦隊に組み込まれての行動も想定されているようです。危険な共同任務とかを受け持つのではないでしょうか。いずれにしても、この無人船が完成すれば、米軍は乗組員を危険にさらさずにこなせる任務が増えます。米海軍はさらに、2000トン級の武装無人艦の建造も計画しているようです。こちらは、最初から武装する計画で、偵察・監視ではなく、打撃任務を補完する狙いがあるようです。将来的には完全に無人化され、スタンドオフ兵器を搭載した艦艇が、艦隊を編成するようになるのでしょうかね。広大な領海と排他的経済水域を持つ我が国の海上自衛隊や海保も、無人水上艦については早急に実用化した方が良いのではないでしょうか。両組織とも人手不足で大変な状況であるわけですから、少しでも人手をかけないようにするのは非常に重要だと思います。シーハンター2のアメリカでの現像費も40億円以下のようですし、モジュール化により、様々な兵器の搭載が可能となれば、いろいろと使い勝手も良くなるでしょう。太平洋側への中共海軍の進出も加速しておりますので、手薄な太平洋の哨戒・監視の強化が必要になってきているのではないでしょうか。太平洋に進出した潜水艦からの巡航ミサイル、弾道弾攻撃なども非常に脅威です。80年代・90年代までは、中共海軍潜水艦の性能は低く、従来の操作相撲での探知も容易だったのかもしれませんが、2000年代以降は静寂性も改善されつつあり、従来の操作相撲では探知が難しくなってきていると思います。そのため、響き型音響測定艦を新造したりしていますが、音響測定艦は広域探知を行う艦で追跡はしません。別の護衛艦が追跡等の任務を行っているのでしょうが、中共海軍の造成と太平洋側への進出で、艦艇不足になっているのではないでしょうか。広大な領海と排他的経済水域は当然ながら、日本にとって脅威となりうる領土へ 1000km 以内の海域については、しっかり監視する必要があるでしょう。今の護衛艦の数では全く足りないと思います。もっと、艦艇が必要になると思いますが、それを補うのは無人船であり無人機ではないでしょうか。無人水上艦、無人航空機、それに宇宙からの監視体制を整える必要があるのではないでしょうか。ぜひとも早急にお願いします。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.